生なんだからしっかりして、6年生なんだからしっかりして。私2年生よ。私3年生よ。私6年生よ。今のうちから、じゅんぐりじゅんぐり6年生になってください。わかりましたか？はい。何言ってくれ。よろしい。お返事がよろしい。あの先生、何言ってるかわかんない。それは、6年生になっても急激に成長できるわけじゃないから、5年生のうちにいろいろ身につけておきましょうっていうことだよ。ちょっと6年生なんだからしっかりして、6年生なんだからしっかりして。5年生のうちは6年生になっても急激に成長できるわけじゃないって言ってたのに、なんで6年生だからって言うの？変！6年生なんだからしっかりしなさい。先生が矛盾しているように聞こえる。あるある。あの先生おかしいよ。なんで？6年生なんだからしっかりしなさい。私1年生よ。私3年生よ。私6年生よ。大丈夫？どうしたの？転んじゃったの？痛そう。かわいい。こうやってやってるわ。かわいい。こうやってやってるのかわいい。じゃあ保健室行こっか。1年生かわいすぎる。あだえ、大丈夫？保健室行ってきたら。なんでこんなに対応が違うんだ。1年生が可愛くて仕方がない。あるある。
ってね、うん、自由行動って言って、うん、好きな友達と飯を作って行動できるんだって。えぇー、あと9ヶ月も先だけど。まだまだ。修学旅行が楽しみすぎて何ヶ月も前から。そうそうそう。向かい。修学旅行が楽しみすぎて何ヶ月も前からそうそうする。運動会だ。頑張ろう。最後だぞ。頑張ろう。最後だから。うん。ね。頑張ろう。最後だから。最後なの。6年生最後だから。頑張ろう。よし、マウナ。今日は最後の芸術鑑賞会だ。みんな最後まで見るぞ。よっしゃ。行事の度に最後の〇〇で気合が入ってクラスの団結心が高